皆さんこんにちは、こんばんは。マイメロ GB の17ことはーちゃんです。今回はこちらの作ったスクイーズをご紹介したいと思います。これはまだ触って紹介してなかったので今回紹介します。こちらはまだ購入者様も決まっていないので、はい、購入することができるんですけれども、はい、これらのスクイーズをご紹介していきたいと思います。まずはどこから行こうかな。こちら、これはまだ未完成なんですけど、こういう麦パンですね。この色の部分をコーティング剤塗ってます。すごい低反発な触り心地ですね。で、次こちらバナナのケーキです。本当にこの触り心地が好きですね、私は。こんな感じです。これはちょっと長めの長方形みたいな感じの大きさのものもあります。で、こちら丸いケーキですね。で、こちら、これちょっと全面に塗ってるのでパンパンなんですけれども、こんな感じです。で、こちらはいちごとラズベリーです。いちごとラズベリーですじゃない、いちごとラズベリーのケーキです。こんな感じで低反発です。で、次はこちらです。こちらのケーキですね。こんな感じです。これは同じ感じの色合いにしてるんですけれども、すっごい低反発で、はい、おすすめですね。これも同じ感じでおすすめです。この部屋ね、電気が蛍光灯なんですよね。なのでなんか画質が悪くなるんですよね。で、次こちらです。で、こちら、こんな感じです。で、これ紹介したから、次は、よいしょ、パンケーキです。こんな感じです。桃とアイスですね。で、こちら牛乳浸しパンですね。すごい低反発です。ということで、すごい低反発なおすすめのものばかりなので、気になる方はぜひメルカリ見てみてください。それではご視聴ありがとうございました。バイバーイ。